What's up, everybody? マサラ here. いや、皆さん、マサトです。さあ、ありがたいことにフォロワーさんがどんどん増えておりまして、ついに2万人を超えたということで、初めましての方のために軽く自己紹介をすると、僕は高校時代に1年間アメリカに留学をしていて、大学時代に1年間フランスに留学をしていた、言語が大好きな現役の東大の4年生です。なので、普段 YouTube には英語の動画とフランス語の動画と、あとは TikToker っていう一面もあるので、TikTok の動画を上げたりしていますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録今よろしくお願いします。はい、ということで、フォロワーさんが2万人をついに超えたとさっき言ったんですけれども、ちょっと不思議なことがありましてですね。何かと言いますと、なぜだかフォロワーさんのうち 75% が男性なんですよ。ちょっと女の子と勘違いされてるんじゃないかなとか思ったりするんですけど、インスタグラムだと僕逆にフォロワーさんの 75% 女性なので、なんで YouTube だとこんなに男にモテるんだろうって思ったりするんですけど、まあね、同性にモテる男が一番かっこいいって言いますし、すごい嬉しく思ってるので、今日はそんな男性諸君に授業のすごくありそうな動画を持ってきました。ズバリ、ナンパで学ぶ英語動画です。とはいえね、ナンパを題材としつつ英語を学ぶ動画ですので、女性の皆さんも最後まで楽しく見ていただけると思います。というのもね、僕普段はやっぱ英語教えてると思うんですけど、やっぱりね、英語ってコミュニケーション手段なので、最終的にはそれを使ってコミュニケーションを取ることが最終的に目標じゃないですか。で、僕も中学時代ね、エマ・ワトソンと話したい、エマ・ワトソンの言ってること全部理解したいと思って英語で頑張ってきたんで、皆さんもね、このナンパ動画を見てモチベーションを上げていただければと思います。これから僕はアメリカの YouTuber が街中でナンパをしている動画を流して、その英語を解説していくんですけれども、まあ、この動画を見れば皆さん英語も勉強になるし、そしてナンパも勉強になる。まあ、つまりコミュ力が上がる。シンプルにね、アメリカの文化の勉強にもなって楽しいという、一石五鳥の動画ですので、楽しんでいただければと思います。それでは早速、Let's go! はい、じゃあこれ早速一つ目の動画なんですけど、で、最初に言っとくのが、英語だとナンパのことをピックアップって言います。ピックアップっていうのは、ピックアップ、持ち上げるって意味。で、車、誰かをこう車で迎えに行って乗せてあげるとピックアップって言うんですけど、まあ、英語だとピックアップがナンパって意味にもなって、そしてワインっていうのがセリフ。なので、ピックアップラインって言うと、その、ナンパで使うセリフのことを言って、この動画のタイトルは、チーズィーピックアップラインです。チーズィーっていうのは日本語で言うと、キザなみたいな。ちょっとなんか恥ずかしくなっちゃうような、だけど、まあ面白いみたいなセリフを言うので、チーズィーピックアップラインって言うと、すごいなんかキザな、まあ、ナンパのセリフっていうことになって、このタイトルはそれです。じゃあ早速一つ目、戻っていきましょう。Sorry. 最初、sorry, すみません、excuse me みたいな話が出てますね。I'm a freshman.この大学なんで、このキャンパスが。大学ってやっぱナンパしやすいんですよ、基本的に。なんか、ちょっと安心感だし。で、1年生なんだけど。で、I'm like a little lost. I'm lost. に、I'm like a little っていう、まあ全然意味ない。日本でもよくちょっと迷ってるんですけどとかつけるじゃないですか。あのちょっとみたいなのが like a little。で、I'm lost に like a little 入れて、I'm like a little lost. But do you have directions?Do you have directions? っていうのは結構使えて、なんか道聞いてもいいですかみたいな。どこどこへの行き方知ってますかっていう時に Do you have directions? って言います。で、基本的には Do you have directions? なんかまあ、どこへのってつけるんですけど、あえてこう言ってないんですよ。なので、この女の人が、What are you looking for? What are you looking for? どこ何探してんのって聞きますよね、もちろん。そしたらここで、ブーン行っちゃいます。I'm just looking for directions to your heart. I'm just looking for directions to your heart.君の心へのちょっと生き方を探してるんだけど、って思わず女の子も笑っちゃいますよね。ほんとチーズィーっすね。あの、道を聞いといて、どこへ行きたいのって聞いたら、君の心に行きたいんだ。っていうね、一つ目の、はい、ピックアップラインズ。で、are those anywhere to be found by any chance? この最後の by any chance っていうのは結構使えて、まあ、もしかしたらみたいな意味で、ちょっとなんかこう聞くときとかに丁寧だったり、ちょっと奥ゆかしい感じを出すときに、使える言葉で。例えば友達になんか急に、そういえばなんとかちゃんのこと知ってたよねとか聞くことあるじゃないですか、例えば。その時に、ただ単になんとかちゃんのこと知ってるって言ったらなんだこいつってなるから、do you know her by any chance? みたいな。by any chance っていうのを最後につけたら知ってたりするみたいな感じ。ちょっと柔らかになるので、皆さんも今度から聞くときに、by any chance もしかしたらって聞くとつけると、いいと思います。Sorry. Okay. いいっすね。アメリカだとね、こうやって仮にナンパして拒否されても、最後に Have a good one、まあ、Have a good day を向こうだと Good one ってよく言うことがあるんですけど、まあ、いい日をみたいな。で、You too あなたもねっつって、まあ、こういう文化すごいオープンでいいっすよね。で、ナンパに対してもナンパっつうか、まあ、基本的に新しい人が話しかけてくることに対してもすごいオープンで受け入れる感じの姿勢がすごいね、いいっすよね。本当にフレンドリーな文化だと思います。はい、ということでね、皆さんももし今度から使いたかったら、すいません、ちょっと道聞いてもいいですかつって。どこ行きたいんですかって言ったら、あなたの心に。まあ、日本だと無理ですね。はい、次にごめん行きましょう。で、次の2番目の動画、これもね、大学校内で行われてるナンパなんですけども、これ僕すごい好きです。聞いていきましょう。You look awfully familiar. You look awfully familiar. Awfully っていうのがすごいめちゃくちゃっていう意味で、familiar. You look familiar っていうと、すごい見覚えあるんだけど、見たことあるんだけど。
ていう意味になります。familiar っていうのがなんか親しいとか意味じゃないですか。で、look familiar、なんか親しく見えるってことで、まあ見覚えがあるとか、そういった意味。Yeah, like, weirdly familiar. で、weirdly familiar。この weirdly っていうのは、weird っていうのが変って意味で、めっちゃよく使うんですよ。That's weird みたいな。それの副詞形で基本的に形容詞に ly つけると、副詞になるじゃないですか。例えば beautiful っていう形容詞に ly つけたら beautifully 美しくだし happy 楽しいとか幸せっていう形容詞に ly つけたら happily 楽しそうにっていう風になるし、基本的にこの形容詞プラス ly で副詞っていうのは皆さんテストに出るから覚えておいてください。で、you look awfully familiar, you look weirdly familiar っていうのでめちゃくちゃ見覚えあるんだけどっつって聞かれた女の子も、知らないよ、この男ってなるじゃないですか。Do you get that a lot? で、Do you get that a lot? Do you get that a lot? よくそれ言われんのっていうのは、この Do you get that a lot? っていうふうに言います。これとか日本でいくら勉強してもなかなか出てこない表現だと思うんですけど、日本で勉強してて、例えば、それよく聞かれんのっていうのを英語にしてくださいって言われたら、大体の人が、なんか、Are you asked that question a lot?とかなっちゃうと思うんですけど、向こうで本当によく使うのが、Do you get that a lot? Do you get that a lot? なんか言われんのってすごいよく使うんで、これは覚えておくといいと思います。で、もちろんそんなこと言われないから、この女の子も No って言うじゃないですか。って言ったところで、Oh, I got it. Oh, I've got it. わかった。Oh, I've got it. これ、I got it. Oh, I've got it. 同じ意味なんで、I got it. で、You look like my next girlfriend. で、You look like my next girlfriend. 俺の次の彼女みたいだ。っていうですね。で、ああ、そういうことかって分かった。この女の子の満足そうな表情ね。まあ、迷惑なのかもしれないですけど、ちょっと。それです、楽しいんです、そうですね。で、ここで相手がちょっと笑って気を許したところで、What's your name? 名前何?つって、I'm Emily。で、I'm Skylar. Nice to meet you. っていう風に。アメリカだと基本的に、なんか、Hi, I'm Masato. And you're... とか、What's your name? 名前を最初に言い合って、まず挨拶する文化があるんで、まあ、ここまで来たらね、まあ、なんとなく、うまくナンパ成功したんじゃないでしょうかってところで、この後番号を聞きに行くと思うんですけど。そう。さあ、これで聞きましたね。Can I get your number? 電話番号もらっていいって。で、日本だと大体ナンパするとき、LINE 交換していいですかとか、まあ、インスタとかも最近はあるのかなと思うんですけど、アメリカだと基本的に全部電話番号文化で、電話番号で、メッセージとか全部やったりするんで、ナンパするときは、Can I get your number? 電話番号もらっていいですかつって。いうのがいいと思います。実際のカーリー・エジプセンの Call Me Maybe って曲あるじゃないですか。あの曲でも But here's my number and call me maybe これが私の番号だから電話してくれるよねっていうのが Here's my number so call me maybe っていうあの曲の意味です。It's like a little forward, but... so、で、電話番号聞いたんですけど残念ながらこの女性はね26ちょっと私26で大学なんでね、あんたどうせまだ赤ちゃんでしょみたいな感じで22で、I'm 22彼は2222歳で、これ Taylor Swift の22って曲を聴いたらわかるんですけど、まあ、この発音でもわかるんですけどアメリカは基本的に20とかの NT の発音が全部20っていう2になります。だからインターナショナルとかもうインターナショナルっていうよりもインターナショナルインターナショナルっていう風になる傾向があるのでかっこよく、I'm 22とか I'm 27。20代の人いたら、今度から年上でめっちゃかっこよく言えるんで、何歳って聞かれたら、I'm 22。I'm 25。で、ちょっと20、20じゃない、20って言っちゃってください。どうやりますよ。Still too young? で、22歳だけど、Still too young。まだ若すぎる。残念。まあ、Thanks though。まあ、要は、可愛いって言われたっていうか、楽しい時間だったから、Thanks though。で、お笑いながらバイバイっていう。まあまあまあ、こんなことが一日に起こったら、すごい楽しい日にはなりますよね。なので僕は結構、ナンパには賛成派です。迷惑をかけない程度に。で、笑ってますね。次もちょっと似てるんですけど、若干違うんでちょっと見ていきましょう。で、これ、Hi, you look familiar. どうも、ちょっと見たことある気がするんですけど、さっきのものですね。Sorry, do we know each other? Sorry, do we know each other? すいません、急に話しかけて、ちょっと知ったりしますかねって、会ったことありますかねって。No, I don't think so. No, I don't think so. そんなことないと思いますけど、つって。Wait, wait. Wait, wait. あ、そうだ、わかった、つって。The girl from my dreams. You are the girl from my dreams. 僕の夢に出てくる子だ、つって。こんなこと急に言われたら、はぁって感じですけど、まあまあまあ、ピックアップラインとしては面白いんじゃないでしょうか。Oh,
Yeah, that's you. そうだよ、絶対君だよ、つって。女の子がしたら、もう知ったこっちゃないって感じですよね。急に話しかけられて、夢で見たから、みたいな。まあまあ、でもちょっと動画的には面白いです。Yeah, it's me. Dude, oh my gosh, it's an honor, really. You think I... で、女の子も、Yeah, it's me, つって。私だよ、ちょっと持ってるね。ちょっと体がだいぶ離れてるからね。You think I could maybe get your number? Do you think maybe I could get your number? 電話番号もらってもよかったりしますかみたいな。ちょっと丁寧に。You think I could get your number? って聞いて。Sure. いいですよ。つって。まあ、成功。って感じですね。はい。って感じで、この You look familiar っていうの個人的にすごい好きなので、これ日本語にも訳しやすいですしね。どっかでちょっと見覚えあるんですけど、皆さんちょっと会ったことありますかみたいな。あ、思い出しました。夢で見ました。みたいな。これはありなんじゃないかと思います。ということで、もし使いたい人がいたら、迷惑をかけない程度にぜひ使ってみてください。じゃあ早速3つ目見ていきましょう。Hey, where are you going? I'm going. Going right here? 急に、Hey, where are you going? どこ行くのつって。これもう、Where are you going? なんですけど、実際はもう R がなくなって、Where are you going? だから、Where are you going? って感じですね。で、Just going right here. ここだよつって。で、find some food, ご飯食べようとしてって感じで、急に話しかけられて、まあ、軽く会話、いなしてるって感じですよね。Nice, a little hungry? How's your day been? Pretty good. で、oh nice, like hungry? お腹空いてんのって、a little bit, ちょっとね、つって、How's your day been? 今のところ、どんな日、まあ、これ日本語だとあんまり聞かないんですけど、今日どんな感じみたいな。知らねえよと思って、急に話しかけるってなんでって話なんですけど、まあ、そこはね、アメリカの文化で Hey, how are you? How's it going? It's pretty good っていうのをよく言う文化なんで、その会話続きます。で、ここで Pretty good, how about yours? 本当にアメリカ人基本的に What's up? とかもう全く意味ないし、これもなんか Pretty good, how's yours? 私の一日はいい感じだけどなんだぞみたいな思ってもないけど、とりあえず言うんですよ。もうこれが英語のアメリカの文化ですね。で、急に女の子が何を思ったか知らないですけど Are you a freshman?1年生って急に聞き出します。Are you a freshman? No, I am though. You're a freshman. で、男の方が、Do I look like a freshman? なんか、1年生見えるみたいな。ちょっと、幼いかな。つったら、女の子が、No, but I am though. つって、まあ、そんなことないけど、私が1年生だから。つって、I am a freshman っていうのが省略されてて、though っていうのはこれすっごい使うんですけど、日本語でもなんとかだけど、とか最後、よく言うじゃないですか。まあ、なんとかだけどね、みたいな。まあそれを、なんか英語だと、though っていうのを最後につけることで、I am though っていう風に言えます。これ though っていうのはすごい日常会話で使うんで、覚えておくといいと思います。Freshman? Yeah. Freshman too. で、これまた出てきましたね、though。で、その前の this is tight っていうのが結構使えるスラングなんですけど、this is tight っていうのは、まあ意味的には this is cool とか this is awesome。アメリカだとよくいいねって言うときに、that's cool とか that's awesome。まあ、あとスラングだと that's dope。とか、これ that's tight とか言ったりするんですけど。で、that's tight though。これ、かっこいいね。みたいな。まあ、結構カジュアルな感じですね。で、それに対して。Oh, thanks. You like the shirt? Yeah. Oh, yeah. So, I'm just gonna put this out here. It's a little forward. I'm not a jean. で、この男の方がシャツいいねって言われたら、ありがとうって言いながら、I'm just gonna put this out here. ちょっと言い合わせてもらいたいんだけど、つって、いよいよ、ピックアップラインに入っていきます。Oh, yeah. So, I'm just gonna put this out here. It's a little forward.I'm not a genie, but I can make all your dreams come true. Oh my god. 今何て言ったか分かりましたか？今言ったのは、I'm not a genie. 僕はジーニーじゃないけど、あの魔法のランプのジーニーですね、アラジンの。But I can make all your dreams come true. けど、君の願い何でも叶えてあげるよ、つって。っていう、まあ、結構チーズなラインなんですけど、そしたら女の子が、Oh my god! って言ってます。これ見てもらえばわかるんですけど、God のスペルが G-A-W-D ってなってるじゃないですか。で実際、本当のスペルは G-O-D なんですけど、発音するときも God、アメリカだとこんな感じなんですよ。だから God じゃなくて God。こんな感じでアメリカだとチャットするときとかに、その発音の通りに書くことも結構あって、例えば、Little、L-I-T-T-L-E、Little っていうのは、正直聞こえるのはもう Little、Little、Little じゃなくて Little なんですね。なんで書くときも L-I-L、Little って書く人が多いですよ。A little bit とかだったら、A little bit こういう風に書いたりします。とかなんか alright っていう時も結構 LINE とかだとチャットだと it みたいな it。私 alright めんどくさいからあ alright right 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 って言ったりするんですよ。
その I が、IGH だけなくて I って書いたりしてますね。なので皆さん発音よくしたいときは、こういうなんか、若者が使ってるチャットのスペルとか見ると、あ、実際こうやって発音してるってアメリカの子たち考えてるんだっていうので、すごい発音良くなったりするんで、そういった意味でも、留学とか現地のことをしっかり LINE とかするのはすごいいい経験になると思います。僕も実際それですごい勉強になったので、おすすめです。女の子は結構気に入ったみたいで、That was the cutest thing I've ever seen. 今まで見た中で一番可愛かった。で、見たって言っちゃったから男の子が、seen or heard? 見た聞いたじゃなくて、つって、above 見たり聞いたり、みたいな感じで、ところですね。で、この、なんとか、that's the best thing that I've ever seen とか、すっごいよく聞くんで、映画でもよく出てくるし、なんかすごい、アメリカ人とか英語って結構強調する傾向にあって日本人からすると、僕もアメリカ留学の時にはすっごい違和感に思ったんですけど、なんか本当にただ美味しいだけなのに、This is the best food I've ever had. これが人生、なんか食べた中で一番美味しいとか、しょっちゅう言うんですよ。全然思ってないけど、絶対こんなこと。よくこんな、The most mom とか、That I've ever seen her とか、あるんで、それは知っとくといいと思います。で、もちろん、Can I get your number? 番号もらっていい ?Sure. よかったですね。Say go. で、このジーニーのやつはなんかちょっと人気なのか知らないですけど、また別のところに行けたんで、だこっちの方がね、面白いジーニーなんで聞いてください。So they call me Genie? You got two wishes left because I'm already here. これは同じジーニーなんですけど、ちょっともうちょっと起点聞かせてて。They call me Genie. みんなからジーニーって呼ばれるんだよね。で、You got two wishes left. ジーニーって基本的に3つの願いを叶えてあげようって言うじゃないですか。でも、もう君には2個しか残ってないんだよって、なんでだろうって思ったら、Because I'm already here. 俺がもうここにいるから、1つ目の願いは叶ってんだろうって。だからあと2個しか残ってないよっていう、まあまあ面白いですよね。しっかりジーニーの魔法のランプの特性を生かしたピックアップワネット、クレバーですね。あだ名いい感じ、賢い感じ。今の日本語にするとしたら、あだ名はジーニー、なんでって言ったら、みんなの願い、君の願いは全て叶えてあげるから。まあまあありなんじゃないかな。はい、ということでピックアップワネを今回紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。英語の勉強になりましたか。ぜひこんな感じでね、実際に使うなっていうのをイメージしながら普段の勉強も頑張っていただければと思います。引き続きね、楽しみながら英語学べるような動画を投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また次のビデオで、バイバイ。